今どこまで下がるか分かんないと。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回は三井松島今後はということでやっていきたいと思います。はい、結論はかなり厳しいというのは今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まずということで、三井松島の業績はですね、ズバリ石炭価格次第ということですね。だから石炭価格が上がれば業績も上がる、利益も増える。石炭価格が下がれば業績も下がる、利益も減るということです。はい、良くも悪くも石炭価格次第ということですね。はい、そしてということで、脱炭素という、メガトレンドからしてですね、石炭価格は長期的には下がっていく方が当たり前ということです。だから、地球ですよね、そして全世界っていうのはできるだけこう石炭を使わなくしていこうという、そういう大きな時代の流れ、潮流があるということです。はい、しかしということで、その潮流と全く反した動きというのが現実あったわけですよね。それは2年前のですね、21年3月ということで、ロシア、ウクライナが22年の2月24日でしたので、そのロシア、ウクライナの戦争が起きるさらに1年前ですね。だから今から振り返ったら2年前の21年3月からですね、石炭価格っていうのは上昇傾向となっていて、昨年末ですよね、22年12月までのですね、1年9ヶ月間っていうのは過去10年間で最高値圏だったと。要するに石炭価格っていうのはものすごく上がっていたと、高かったということですね。はい、でなぜなのかということですよね。脱炭素、石炭は使わないようにしていきましょう。だから長期的には石炭価格は下がる方が当たり前。でも現実は直近1年9ヶ月間はですね、石炭価格っていうのはものすごく上がっていて、最高値圏だったということです。この矛盾って何で生じてたのかっていうことなんですけれども、理想と現実の大きな乖離というのがあるということです。頭ではこういうふうに考えている、でも現実は全然違うという、大きな乖離というのがあったということです。はい、というのはですね、理想はですね、なので、地球全体ではですね、脱炭素ということで、国際社会は合意してますということですね。だから炭素、二酸化炭素を排出しないようにしましょう。だから石炭は使わないようにしていきましょう。これが理想なわけです。はい。しかし現実はですね、全世界で80億人の人たちが実際、暮らしてる、生活してるわけなので、急には実現できないということですよね。だからヨーロッパ、アメリカ、日本は2050年目標なわけです。はい、そして中国は2060年目標で脱炭素と。だから20年30年以上かけてやっていきましょうという、そういう話なわけですよね。だから頭は脱炭素、二酸化炭素使うべきじゃない、石炭使うべきじゃないとすぐに思い浮かぶわけですけど、そうは急にはならないということです。そこにギャップがあったということですね。はい、で、現実はどのように推移したのかっていうことなんですけど、はい、とりあえずですね、天然ガスというふうに移行を試みたわけです。はい、特にヨーロッパということですね。はい、なので、天然ガスもはっきり言った天然ガス火力ですよね。ガスを使ったガス火力発電も実際は二酸化炭素を排出します。でも石炭よりは二酸化炭素の排出量を減らせるということで、だから2050年に向かって脱炭素だけど急にはいけないということですよね。こう再生可能エネルギーって言ったとしても、それ太陽光だろうが風力だろうがですね、そういったものっていうので、その実際の人々の生活っていうのの、エネルギーっていうのを 100% 賄うというのは、その2021年2年、2023年とか、それぐらい短い期間では、はっきり言って無理ということなので、一回は脱炭素で炭素、二酸化炭素を排出しないんじゃなくて減らしましょうと。だったら石炭の代わりにまずは天然ガスを、の使う割合を増やしましょうという、そういう流れになったわけですね。なので一回天然ガスっていうのを中継してですね、二酸化炭素を減らして、そして2050年に向けては排出をしないようにしていきましょうということで、ワンクッションを置いたわけです。はい、そのワンクッションを置いた先っていうのが天然ガスだったわけですね。だから天然ガスへの需要っていうのが増えたということです。はい、そうすると、天然ガス価格っていうのがですね、その実際の需要よりも、実際
価格が決まるですね、まあ、需要と供給の価格が決まる、まあ、その先物市場とかですね、要するにもう売り買いを行う先物市場での、まあ、天然ガス価格っていうのが、まあ、これ急騰してしまったんですよね。だから需要の増加量以上に価格の方が、まあ、大きく上がってしまったということです。はい、そうすると、まあ、欧州のですね、まあ、ヨーロッパの、ね、電気代っていうのが、まあ、急騰したということですよね。まあ、全世界の中で一番こう環境に対して、まあ、一番先に進んでる、まあ、先進的な地域っていうのが欧州ヨーロッパなので、だから、まあ、ヨーロッパが一番この石炭から天然ガスっていうのに対しての、まあ、切り替えっていうのを、まあ、最も、まあ、本格化先にしたわけですよね。でそうすると、まあ、それに対して、まあ、実際の需要の増加以上に天然ガス価格っていうのが上がってしまって、それで、まあ、結局天然ガス火力発電をした場合の、まあ、結局ヨーロッパの、まあ、電気代っていうのが、まあ、急騰してしまったと。だから、まあ、ヨーロッパの人たちの生活に、まあ、直接、まあ、大きな影響というのが、まあ、出てしまったということですね。これが現実ということです。はい、なのでということで、まあ、ヨーロッパにとってですね、まあ、天然ガスへの依存度でいうのが、まあ、上がり続けることはですね、まあ、電気代の上昇というのが一つ、そしてロシアでへの依存ですよね。だヨーロッパを、の、まあ、ロシアに対しての依存ですよね。ロシアから、まあ、結局パイプラインで、まあ、送ってもらうその天然ガスに、まあ、結局その電気を作るっていうのが、まあ、依存するイコールそれはロシアへの依存につながったということですよね。はい、まあ、こういう大きな課題っていうのが、まあ、ヨーロッパで出てしまったということです。はい、故にということで、まあ、環境先進地域ですよね。だから地球の中で最も環境っていうのに、まあ、先に取り組み始めた、まあ、はっきり言ったら今から30年以上前から、まあ、ヨーロッパっていうのは環境ということでやり始めているわけですよね。洋上風力発電とかももう30年ぐらい、実際実績がヨーロッパの方はあるということです。はい、だから、まあ、脱炭素に、まあ、一番、まあ、熱心でなおかつ先に取り組んでいるヨーロッパなんですけれども、まあ、天然ガス価格が上がって電気代が上がってロシアへの依存度が高まって、もうこれは背に肌を変えられないということで、まさかの石炭への一部回帰というのが、まあ、起こったということです。まあ、とにかく電気代なんとかしないといけないということですよね。だから、まあ電気代下げるためにはですね、まあ、当然石炭みたいな、まあ、地球上に豊富にあって、まあ、比較的安くで調達することができるものを、まあ、もう一回使い始めたということです。はい、結果ということで、まあ、21年3月ですね。はい、これは、まあ、ロシアウクライナのさらに1年前、だから今から比べたら、まあ、2年前ということになりますけれども、はい、21年3月から、まあ、直近22年12月、まあ、昨年末という、まあ、この1年9ヶ月間ですね。まず、まあ、天然ガス価格が大きく急騰しましたと。それに合わせるかのように石炭価格も、まあ、同時に上昇したということですよね。だから石炭の需要も高まって、その需要よりもさらに、まあ、価格の方が大きく反応してしまって、両方が、まあ、最高値圏に行ってしまったということですね。はい、ではということで、まあ、じゃあ年が明けてですね、まあ、今は21年でもなければ22年でもないと、今は23年だということで、じゃあ23年現在はどうなっているのかということなんですけど、はい、まずですね、まあ、きっかけ原因になった天然ガス価格の方から先に見た場合にですね、まあ、急落して、まあ、正常化しましたということです。本当に年が明けてもういきなり大きくガンと下がっているということです。はい、まあ、気がつけばですね、まあ、直近10年間ぐらいで見たら、まあ、結構当たり前の価格まで落ち着いているということですね。はい、でなんでここまで下がったのかっていうことなんですけど、まあ、その理由っていうか、まあきっかけ何なのかって言ったら、それはアメリカなんですよね。はい、まあ、アメリカで、まあ、シェールガスの生産っていうのがこれ過去最高ということで、まあ、結局地球全体でガスに対してのですね、まあ、価格っていうのが大きく上がっているので、だから、まあ、アメリカはですね、まあ、大きく、まあ、シェールガスの生産量を増やしたということです。だから需要に対して供給を思いっきりこうね、まあ、近づけたということですね。はい、そうすると、まあ、天然ガスっていうのは、まあ、需要に対して供給っていうのが、まあ、上回る方向性に、まあ、なっていったということですよね。まあ、少なくてもその、例えば、取引をやってる、まあ、投資家はそういうふうな、ものの見方をしたということです。こんなにアメリカがですね、まあ、天然ガス、シェールガスというのを、まあ、生産量を増やすということであれば、まあ、はっきり言ったら需要に対してですね、まあ、供給が上回るそういう方向性になったんだということで、まあ、じゃあ今のうちに売れということで、まあ、天然ガス価格っていうのはまあ急落して、まあ、直近10年で見たときに、まあ、当たり前の価格までまあ下がってきたということです。はい、であればということで、まあ、天然ガスの
代替ですよね。まあ、もともと石炭は減らしていく方向だったんだけど、あまりにもガスの価格が高くなりすぎたんで、まあ、だから石炭っていうのに一部、まあ、戻ってたということなんですけど、まあ、でも、まあ、天然ガスがもし安くで、ヨーロッパが調達することができる、まあ、例えばロシア以外からのアメリカとかからも、まあ、調達することができる、まあ、そういう目処が立ったということであれば、まあ、わざわざですね、まあ、石炭を使う必要はないわけです。天然ガスを使えばいいわけですよね。ってなると、まあ、天然ガスの代替となっていた石炭価格も当然ですね、まあ、正常化に向かって急落し始めているということです。はい。で、まあ、石炭にはですね、まあ、燃料用としてだけではなくて、まあ、鉄鋼の原材料という、まあ、そういう、まあ、もう一つの役割、大きな役割っていうのもあるんですよね。だから、まあ、三井松島にとっての最大顧客っていうのは日本で言えば日本製鉄なわけです。日本製鉄が三井松島経由で、まあ、石炭っていうのを、まあ、たくさん買ってくれている、っていうことなんですよね。だから石炭火力発電っていう、石炭火力発電のための石炭と、もう一つは鉄鋼のための石炭という、まあ、もう一つの別の役割もあるので、まあ、まだですね、まあ、直近10年で見たらまだ高いということで、まあ、完全な正常化までは、まあ、急落はしていない、まあ、そこがちょっと天然ガスとは違うということですよね。天然ガスの方はもう完全に価格は落ち着いてますけど、まあ、石炭はですね、まあ、急落中とはいえまだ10年で見たら高いということですよね。はい。なので、まあ、まだ完全な正常化までは急落してないものの、まあ、石炭価格の傾向としては、まあ、正常化に向かって、まあ、急落していると、まあ、これは明らかに、まあ、12月から年が明けて1月2月というのが、まあ、大きな、まあ、急落という、まあ、傾向ということです。はい。であればですね、石炭価格に依存している三井松島の、まあ、今後の業績っていうのも、まあ、来期ですよね。はい。23年の第一四半期です。なので、まあ、結局、まあ、この影響っていうのがですね、石炭価格の急落っていうのが、まあ、業績に影響という形で出てくるのは、まあ、23年の、まあ、第一四半期、4月から6月以降ということになるわけですけど、もうこれはもう数字として、まあ、目に見えて利益の低下傾向になっていくということですね。はい。そしてということで、まあ、三井松島の今後ですね、じゃあ、まあ直近じゃなくて、まあ、今後5年10年15年というふうに 見た場合に、まあ、その長期で見た場合の根本的に厳しいことっていうのは、まあ、業績が石炭価格に大きく依存してるっていうこともあるんですけど、それ以上にですね、まあ、無節操な多角化企業であると、まあ、こっちの方が長期的には非常にまあ厳しいということです。はい。企業はですね、まあ、既存事業に脅威が迫った時、外野からの多角化すべしという声に屈するということですね。はい。で、持続的な、まあ、利益成長しない典型的なパターンっていうのはですね、まずは相乗効果、シナジーっていうのを、まあ、夢見て、まあ、幻想ですよね。それで、まあ、いろんな事業をやる。まあ、はっきり言ったら M&A で合併買収してですね、まあ、グループ企業として多角化するということです。はい。それで、まあ、結局無意味な買収ですよね。M&A 合併買収が行われて、まあ、将来的にですね、まあ、減損損失、実際高くで買ってしまいましたということで、そんなに高いね、利益をですね、まあ、上げることは見込めなくなったんでということで、まあ、減損損失を、まあ、特別損失という形で、まあ、計上する、まあ、これがお決まりのパターンということです。はい。で、まあ、シナジーっていうのははっきり言って幻想なんですよね。まあ、言葉ではどうにでも説明することができるんですけれども、実際数字として確認することができることっていう事例っていうのはもう極めて稀です。まあ、10% は確実に切ってるということです。しかも、まあ、三井松島の場合は、まあ、本業に全く関係がない企業も買ってるので、その自分のたちの会社がやってる事業に関連する企業を買ったとしても、まあ、はっきり言って相乗効果シナジーですよね。だから要するに利益1足す利益1が2じゃなくて3とか4とか5みたいな、だから2プラス1 2プラス2 2プラス3みたいな感じで、プラスアルファっていうのが生まれるときに、それは本当に、まあ、数学上シナジー相乗効果ということになるわけですよね。なんで利益1と利益1を足したら2じゃなくて3になってるんだ、それはプラス1というプラスアルファが働いた、つまりシナジー相乗効果が働いたからっていうことなわけですよ。で、その数字っていうのを事例として確認することができるっていうのは、はっきり言ったら、まあ、10件に1件ないんですよね。で、しかも自分たちの事業にかなり近い、直接隣接しているような事業の M&A 合併買収だったとしても、シナジーっていうプラスアルファは10件に1件確認できないわけですよ。しかも三井松島の場合は全く無関係の事業っていうのを買っているので、もう本当に幻想ということですね。
でもし多角化によって本当に相乗効果が発揮されるということであれば、まあ、そもそもまあ減損損失など計上しないということですよね。でなんで1たす1の利益が2とか3とか4とか5になるはずなのに、まあね、はっきり言ったら、いや買収失敗しましたと、ね、多角で買ってしまったんで、そのね、それだけの利益を上げる見込みがなくなったんで、まあ、減損損失とか、っていうのを、まあ、そもそもじゃあなんで相乗効果が発揮される前提で M&A してるんだったら、減損損失を計上するんだということですよね。はい、そしてということで、まあ、こんなに過去の業績はまあデコボコしないわけです。だって相乗効果を発揮することをまあ狙って買収してるんだったら、利益っていうのはまあ出て当たり前なのに、なんでこんなに何回も何回も減益減益みたいな、まあ、そういう業績になるんだということです。はい、相乗効果とはまあ無意味な買収を正当化するために広く用いられる経済用語ということですね。はい、で本来はということで、まあ、たとえ石炭事業に脅威が迫ったとしても、まあ、冷静にですね、落ち着いて、まあ、これはまあどんな、ね、産業、どんな事業、どんな会社、企業にとってもあるわけですよ。今までやってた既存事業にですね、まあ、脅威が迫るということは、これはあり得るわけですよね。今回の石炭だけでは全然ないわけです。まあ、どんな企業にとっても、まあ、そういうですね、自分たちのまあ事業、既存事業に対しての脅威っていうのは、来るわけですけど、その時にどういう判断っていうのを経営陣がするかっていうのが、まあ、その後の5年10年15年っていうのを大きく変えるわけです。で本来あるべきは冷静に落ち着くことが大事なんですよね。脅威が迫ってるって言ったとしても、今日明日ね急激に悪くなるってことではないので、まあ、時間をかけて悪くなっていくわけですよね。だからちゃんと落ち着いて次の方向性を決めるための、まあ、時間っていうのは実際はあるわけです。だから冷静に落ち着いてで、それまでの、ね、知識、技能、経験ですよね。だから三井松島ってもうね、はっきり言ったら創業から100年以上とか、っていう会社なので、だから100年間の、ね、培ってきた、まあ、そういう知識、技能、経験っていうのがあるわけですよ。でその、まあ、知識、技能、経験、だから三井松島だからこそというその強みですよね。私たちは今まで100年間こんなことをやってきましたと、その強みを生かしながら新商品、新サービスの取り扱い開始など、少しずつ少しずつ事業領域っていうのを広げていくべき、まあ、これが本来あるべき経営ということです。はい、にもかかわらず、まあ、ここまで無節操であればですね、まあ、飲食用、医療品、電子部品、事務機器ですね、ペット分野ですよね。もうここまで無節操であれば、まあ、石炭事業の利益減少を補えるような、まあ、次の中核事業というのはこれ一生作られないと、永久に作られないということです。はい、まあね、経営資源を人物お金時間情報っていうのを、じゃあ石炭の次の2本目の柱はこれだということで会社全体が全集中してないわけですから、それはいくつ、まあ、会社を M&A 合併買収しようが2本目の柱になるような中核事業っていうのはこれはまあ永久に作られないということです。なのでということで、まあ、短期的にはですね、もう今年23年1月2月ということで石炭価格はまあ急落中ですということです。で5年10年15年って長く見れば見るだけ、まあ、メガトレンド脱炭素っていうことで考えると、やっぱりですね、まあ、石炭価格っていうのは下落していく方が当たり前で、そしてまあ三井松島の業績っていうのはまあその石炭価格に思いっきり依存していますので、なので、まあ、短期長期ともに、まあ、三井松島は今後石炭価格の下落とともに衰退していくということです。はい、だからということで、まあ、たとえですね、まあ、見た目上の数字っていうのが、まあ、高配当に見えたとしても、まあ、将来の分配原資、要するに三井松島が、まあ、稼ぐ最終利益、当期純利益、それがまあ投資家にとって、株主にとっての分配原資ですよね。でも利益が減るってことは投資家で分け合う分配原資が減るってことですから、そうすると配当金が減るということですよね。だったら今は高配当の数字に見えたとしても、まあ、全然高配当ではなくなるということです。はい、まあ、三井松島の場合は、まあ、業績がデコボコしていますので、当然ですね、配当金もまあ年によってデコボコしていますということですよね。だから高い配当金をまあ、ね、数字で使えば高配当だけど、低い配当金を使えば全然高配当じゃないということです。はい、そしてということで、まあ、三井松島はですね、まあ、たとえ割安に見えたとしてもということで、まあ、将来の当期純
純利益が減るっていうことであれば、まあ、株価に対しての分母っていうのが、まあ、小さくなるわけですよね。まあ、株価を利益で割った時に何倍かっていうのを、まあ、割高割安っていうふうにしてるわけで、もし株価に対しての利益ですよね、っていうのが小さくなれば、当然割安では全くなくなるということです。はい。で、まあ、三井松島の場合はですね、まあ、当期純利益、今の、まあ、割安指標っていうのは、まあ、今期のですね、当期純利益の見込み180億というのを数字で使っているわけですが、まあ、来年再来年ですね、まあ、それが18億、ですよね、まあ、今使っている数字の10分の1っていうのも、まあ、はっきり言って余裕であり得る企業ということです。はい。なので、まあ、PR ですよね、株価収益率、まあ、利益の何倍の株価になってますかと言った時に、まあ、今 2.8 倍ですっごい割安だというふうに思ったとしても、まあ、気がつけば28倍ということで、まあ、逆に割高っていうふうになってるっていうこともこれは当然あり得るということです。はい。なのでということで、まあ、三井松島の、まあ、今後の株価予想っていうのはですね、まあ、あえて控えたいと思います。はい。理由はですね、まあ、どこまで下がるか分かんないということです。はい。ということで、まあ、今回は三井松島今後はということでやってきたんですけれども、はい、結論はかなり厳しいというのは今回の結論です。はい。もし今回の動画ですね、あなたも役に立ったということであれば、高評価、チャンネル登録、そしてメルマガ登録ですね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい。あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。幸運を。